ああ、自分の妹になるかとか。大家好，欢迎收看 Daily News。はい。僕の結婚でございます。そんなにたくさんの、まあ、その皆さんに集まっていただいて、まず恐縮します。総理官邸前じゃないので、もうざっくばらんに何でも質問してください。はい。さすが最初の権利ですし、クリステルさんはもちろん、そのふわっとした雰囲気とか、はい、お人柄、はい、あ、これはすごい女性がこう信じる、例えば、お食事を作ってもらったとか、はい、そういうのあるんですか？あ、ちょっとお兄さんやってもらったりとか。え、うん、お兄さん、うち、よかったら撮影終わったら、あ、来ますって言うので、なんとも言えない、こういうのね、初めてでしたからね。あ、自分の妹になるかとか。お肉食べたらいつ頃ですか？で、この1ヶ月前とか、6月、7月の間で4回会ってるので、もちろん美味しかったですよね。もちろん美味しかったです。美味しかった。お肉だけですか？お肉とかいろんなチーズとか、ね、お酒もあったんですよ。おもてなしが最高のおもてなしでしたね。はい。しといて新次郎、クリステルさん、初めて4人で会った時、こう和やかな食事の中、お酒も飲んで、あ、こうやってファミリーになってるんだねって僕は言ったんですよ。その直後、父固まってこう気に入ってましたね。日本演员小泉孝太郎之前在东京举行记者会，祝贺弟弟众议院议员近次郎与女主播龙川克里斯汀的婚事。孝太郎艺术六月初，近次郎说要结婚时的情景，并表示当知道弟弟的结婚对象是龙川克里斯汀时，感到非常惊讶。说到前日本首相的父亲小泉纯一郎的访应时，孝太郎回应父亲非常高兴，更因为近次郎能成为父亲而感动落泪。感谢大家收看 Daily News。